時間がなさすぎて前髪が変ですけど、まあ許してください。なんかね、切りたい前髪を。フシがね、手元にないのでね。ちょっと違いますけどね。なんか変。半分前髪ない人みたい。ちょっと、はい、気にしないでください。ハミが一番気にするかもやけど。もういいか。おはよう。今日は日世代交代の昼夜が最後です。ハミは、はい、千秋楽の日は夜しか出れないんですよね。それであと24日は平日なので1公演しかないんですよ。だから最後の昼夜ですね今日。だから頑張ってきます。やばくない？もうあと3回公演に出たら千秋楽なんですよ。やばすぎ。本当にびっくりしちゃうんですよ。どうしよう、ドキドキですよね普通に。おはよう。世代交代この前最後でした。皆さん千秋楽の当落どうでしたか？昨日当落が分かったみたいなんですけど、当たったよって方いますか？どうでしょうか？なんかファニーチケットやから普通に今までみたいにこの前公演に当選したから次当たらへんかもみたいなのがないらしいですね。はい、記録がないみたい。そうです。千秋楽はずなので今日が最後になります。やばい、悲しいな。みんなさ、もう前で最後だったとか今日で最後とか寂しい。あのしっかりあのもう外れて全部21も20も27も外れちゃって、この間で最後になった方は DMM 最善で目に焼き付けててください。海の姿を、はい、お願いします。結構外れた方いますね。千秋楽ダメでした。今日が私の千秋楽、楽しんでください。千秋楽久しぶりに行ける日程だったのにダメだった。わおわおですね。ほんと泣いちゃいますねそれは。あ、残りの世代交代全部入りますね。ってことはおめでとうございます。当選ですかね。楽しんでください皆さんの代わりにも。ね、DMM で見ててくださいね。今日が最後の世代交代ですよって。今日が最後の方が多そうですね。はい、楽しんでください。一緒に楽しみましょうね。雨は今日は久しぶりの場所なのでちょっと久しぶりですね。最近はもうずっと4番が多くて、あと最近ね、ほんと1年ぶりぐらい、1年弱ってさ11ヶ月とかってことですかね。もうそれぐらい11ヶ月とか10ヶ月ぶりに5番手をしてたんですけどね。はい、ちょっと見つけてください。見つけにくいかもやけど。はい、もう世代交代前夜公演の涙に会えないのかも。そうですね、やばいな。網もびっくりしちゃう。もう世代交代の世代交代にいる網がもうすぐいなくなる。やばい。安定で DMM 最善待機しますやって、お願いします。まあでも DMM の奥の方にも届くようにカメラ意識しますね。28日は突然、10期生のあれかな、特別公演ですね。よかったですそれは。楽しんでください。24日の千秋楽行くね。阿弥陀目に焼き付ける。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。
ありがとう。待ってるます、待ってるますよ。気をつけてきてくださいね。外れた人が多すぎて、逆に誰が千秋楽当選したんやね。何人ぐらい応募してくださったのかめっちゃ気になりますよね。あ、まみちゃんの生誕祭が最後の世代交代になるかも。なぎやって、なきやな。でもそれ嬉しいです。アミノが最後でよかったです。そのアドも来てほしかったけど、生誕祭見に来てくださってありがとうございました。はいおはよう、おはようございます。千秋楽ダメでした、次の24日が僕の千秋楽です。焼き付けますよって焼き付けて、ほんと頑張って、皆さん頑張って焼き付けて。千秋楽ダメや、それはないの、寂しいの、ほんまにな。あの昼夜あるからさ、昼は宮で出してほしかった。夜は夜か昼かどっちでもいいけどさ、多分夜が本当に最後の最後になるから、まあね、まあ揃わないのも仕方ないかもしれへんけどさ、このナミタイムちゃんとテンちゃんとロちゃんが逆になっていくからさ、でも昼はさ、昼か夜かはさ、あやみちゃんと一緒に流れ星やって終わりたかったですね。普通に本当に本当が願望でしたけど、まあ仕方ない。外れたから今日が千秋楽と思って目に焼き付けまでて、やばこれですね普通にね。おはよう、おはよう。あ、あ、間違えた、コメントがどっかまで飛んでいきました。あれどこまでだったっけ、どこまででしたっけどこまで見たかっていうと、どこだどこだどこだ、あれ分かれない、どこですか。え、めっちゃ、あ、コメントめっちゃ読むの遅くない、普通にめっちゃ遅いな。あ、あった、ありました。うん、あったわ、ちょっと待って、あ、あった。ほのぴーさんを見てたらごめんなさい、笑えて、あー仕方ないですねそれは。でもちゃんと神のことを見ててくださいね。千秋楽ってまだ一般応募ありますか。でも昨日はモバイルかな、モバイルオーダーってことですか、ってことですかね。あ、そうですね、ナングラも TikTok にもバトンあげてるので、よかったら見てください。いいねとリンクコピーよろしくお願いします。なんか TikTok はコメントができたらもうちょっとね、なんていうん、シャドーバーになりにくいんですよ。リンクコピー皆さんがしなくても、まあコメントがあればおすすめになりやすいんですけど、コメントが書ける年齢じゃないんですよまだ。コメントはね、確かね、高校生からかな、そうです。だから仕方ないんですけど、そうだから頑張りましょう。いや、なんか本当は TikTok 自体は多分コメントできるんかな、中学生から。だけどね、あのネーム B の、え、分からへんけどな。でもね、アミが知ってる TikToker さんとかはさ、中学生とか小学生でも普通にコメント欄入るんよ。コメント欄入れられる。だから分からへんけど、まあとりあえず NMB はそういう風に決まってるので、はい、あとね2年間ぐらい我慢したらできるから頑張りましょう。やばいよな、あと2年間ってめっちゃ早いよな。もう2年間もないですね、1年半ぐらいです。おはよう、おはよう、頑張ってください。ありがとう、頑張ります。今日ヨシミン出演するから5番手かなって、どうでしょうか。でも西山ちゃん出るってですよね。そうですね、だからまあお楽しみにという感じ。千秋楽まだ応募できる機会はあるのかなって、ある、ありますかね、多分ある、あるんじゃない、まだね、できるんちゃう。
わからん。できる？ AKB グループのチケ戦に戻してほしい。なんか皆さん言ってますね。なんか剣を忘れたりしたら終わりやんか。だから普通にチケットセンターがいいって言ってました。そうですね。なので皆さんも、まあ、願ってたら変わるかもしれんから。はい、一般は今日のお昼から申し込みやったかな、ここにかけるやって。皆さんあのそんな落ち込まずにかけてみてください。今日のお昼もしかしたら当たるかもしれへんからね。はい、みみたん東京のコンサート30人枠に入ってほしいなって。なんかスプラッシュ席ってめっちゃ気になりますよね。あれすごいよな。イルカとか出てくるんかな。どういうことやって感じやねんけど、全然分からんけどね。そうですね、楽しそうですね。水鉄砲めっちゃうまいからな。そう、待って、はい。今日はアフビ少ないですよね、アミ。コメントは16歳からだったかな。あ、じゃあ TikTok の方で決められてるんか。なるほどね。だからさ、みんなさ、親管理とかが来るんや。なんか、親っていうか、親管理って書いてる人は、なんか、あの、お父さんとかお母さんとかが TikTok を管理してくれてたら、いいらしいです、コメント一応は。だけどね、アミは、まあ、そう管理っていうかさ、そうですね、まあ待ちましょう。はい。でも全部結構16歳とかから解除っていうか解禁されること多いですよね。でもショールームは15歳やっけ。15歳から9時とかからできるんですかね。多分そんな気がしますね。分からん、そんな気がするだからね。おはようございます。あー、やっぱりチケットセンターがいいんですね皆さん。はい、おはようございます。なみたん水鉄砲優勝してたもんね。そうですね、去年かなの、去年ですかね。去年のなんか夏の合宿で水鉄砲で1位になりました。やったーイエーイ。そういえば昨日のてっぺんラジオでもポップコーンぶちまけた話されてたよやって。そうなんですか、恥ずかしいわ。誰さんがおしゃべりしてくださってたんですか。はあ、そうですね。16歳未満は9時まで。あ、そっか、9時までか。アミ、あれ？アミ8時までじゃない？いつもショールームって。8時じゃなかったっけ？ 9 時やっけ？ 8 時やな、8時や、アミたちは。え？じゃあさ、15歳から16歳までの人だけはさ、9時までってことですか？そういうことか。難しいですね。ね？はい。おはよう。あ、じゃあそろそろ今日のうちのベリマユさんの絵を描きたいと思います。そうですね、ちょっと公演前なので時間がなくてね、ごめんなさい。なので、まあ、公演の昼夜の間とかに配信ができればしたいと思います。なんかその日のね、本当にメイクの順番とか忙しさによってマジでね、暇度っていうんですか、時間の空きとか変わるんですよ。
本当にもうみんな走り回ってる、もうやばいやばいって言いまくってる人、なんか全然全然本当に全然時間があって江戸する配信するって言えるぐらい時間がある時とすごい差があるんですよね。そうそうですね、メイク順番はまだじゃんけんです。でもそういうのも9期でやからじゃんけんにできますね。はい、はあ、クーラーが鳴り始めた。あ、ちょっと待って、雨が寒いと思ってたよね。クーラー緩めますね。 OK、 はーい、待ってください。世代交代終わったら救急車の接待祭どこでするのか一番早いので、あやみちゃんとみそらかの、え、てんちゃんとかもちゃうっけ。てんちゃんちゃうか、誰や。でもあやみちゃんとかやったらさ、めっちゃ飛ぶくない。秋夏おるくない、誰かおらんっけ。なんかめっちゃさ、え、確かに、え、本当だな。ゆかたんとかが雨の次にな、休憩の中では早いんですけど、ゆかたんはねもうチームエノさんでやってたから、どうやろ、まあ見たら分かりますね、どうなるやろうな。はい、おはよう。あ、待って、ベリマヨさんおらんか、いなさそうですかね。あのね、ちょっとね、いなさそうですね。ちょっとまた明日書きますね。じゃあちょっと順位を見たいと思います。13位ひながこちゃん、ありがとうございます。12位 FFF さん、ありがとうございます。11位まきまきちゃん、ありがとうございます。10位コスモライトさん、ありがとうございます。9位マッさん、ありがとうございます。8位てっちゃん、ありがとうございます。7位まふみさん、ありがとうございます。6位おむらつーさん、ありがとうございます。5位はしむっちさん、ありがとうございます。4位さおちゃん、ありがとうございます。3位こじいさん、ありがとうございます。2位ひろゆきさん、ありがとうございます。そして1位はブルル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 ルドゥルドゥドゥン、ベリマヨさんでした。ありがとうございました、ありがとうございました。ではあのね、アミは今から公演ということで頑張っていきたいと思います。皆さんも来てください。あ、ありがとう、もう見納めなので流れ星見た、急いで書きましょう。時間との戦いなのでね、今からは。それは、はい、流れ星アミさん書きたいと思います。ちょっとね、もう切りましょう、どうしても部屋出るし。できた。やばくない？本当に音が。かけましたね。入った方、流れ星は見たんです。こんな感じで。クーラー切ったのに。はい、オッケー。はい、チーズ。ありがとうございます。 OK、 それではね、はい、またね、せーの、ベリマユさん、じゃあまた後で会いましょうね。バイバイ、またね、ありがとうございました。